シモン・ピー・ジンガーは、オーストリア・オーバー・エース・ター・ライヒ州、リンツ出身のサッカー選手。ポジションは、ミッドフィールダー、センターバック。デンマーク・スーペル・リーガのラナース FC に所属。14歳で、オーストリア・ブンデス・リーガに属するラスク、リンツの育成アカデミーに入団。若干18歳でレギオナル・リーガに属する、セカンドチームでプレーした。二0 1年夏からは同じく、 エアステリーガに属する FC ブラウバイス・リンツ、2012年夏からは、オーストリア・ブンデスリーガに属する FC バッカー、インスブルックで頭角を表し、2014年7月に、同リーグに属する SK シュトゥルム・グラーツに移籍した。SK シュトゥルム・グラーツでも主力に定着し、同クラブでの初シーズンとなった2014から15年シーズンでは、ボランチという守備的な中盤選手でありながらも、 セットプレーでの空中戦の強さなども発揮し、32試合のリーグ戦で9得点3アシストを記録した。UEFA ヨーロッパリーグでも、ロシアプレミアリーグに属する FC ルビン火山等を相手に空中戦の強さを発揮し、コーナーキックからのヘディングで得点を挙げた。2017年7月に同じく、オーストリアブンデスリーガに属する SCR アルタフハに移籍した。 2018から19年シーズンまではボランチのみならずチーム事情によってセンターバックとして試合に出場するがあったが現在も所属するラナース FC に2019から20年シーズンから移籍してからは不動のセンターバックとしてプレーしている。U21 までの各カテゴリーではフロリアン・カインズ、ミヒャイル・グレゴリッチュ、マルセル・ザビッツー、 マルティン・ヒンター・エーカーラと共に、オーストリアのアンダー代表に招集されていたが、A 代表には招集されていない。ありがとうございます。